皆さんごきげんよう、ひろです。なおです。本日はですね、はい、岡山市北区南方にございます、うん、お店ラーメンは飲み物じゃ様にやってきております。ラーメン飲み物そう、いやこれがね本当にお店の名前なんだよ。あーそう、すごくユニークでしょ。でね、このラーメンは飲み物じゃ様なんですけれども、うん、昨年の10月にまだオープンしたばかりということで、新しいね。何やらね、うん、ちょっとこう進化系のラーメンがいただけるとということで、もう楽しみにやってまいりました。はい、はい、まだまだ寒い時期続きますから、はい、温かいラーメン楽しみでございます。はい、それでは早速行ってみよう。はい、到着です。見てこれ、かわいい。ラーメンは飲み物じゃ。いや、もうその通りでございますよ、ね。はあ、で、これ入り口にこのようにポスターがあって、うん、こちらがラーメンでございますな。いや、いいじゃない、いいじゃない。さあ、そしてね、うん、入る前に券売機で食べたいものを選ぶんだよね。じゃあメニューもここにあるみたいだね、うん、選んでいきましょうよ。メニュー的には、うん、鶏白湯の、まあ、ラーメンと、うんうん、あと見て、家系鶏白湯っていうのもあるよ。気になるところだね、うん、あと魚介鶏白湯でしょ、うん、あと味噌鶏白湯めっちゃいろいろあるやん。またこれちょっと見た。何何、学生さんには優しいよ。とっても学生証提示でさ、うん、ご飯とか無料だよ。あ、ほんとここチケットあるわ。いやいいね。ちょっと俺今から学校に通おうかなめっちゃお得じゃん。そうだね、はい、なのでまずここでメニューを選んで券売機で購入ということでございますな、はい、それじゃあね、早速店内に入っていきましょう。ちょっと失礼します。おー、おしゃれ。こんにちは。いらっしゃいませ。今日はどうぞよろしくお願いします。めっちゃおしゃれよ、はい、なんかね、うん、女性が喜びそうなデザインというか、一人でも来れそうな感じだよね。すごく洗練されてますよ ね、 ね、はい、でね、席の方はカウンターが5席、うん、そして奥にですねテーブル席がございますんでね、うん、はい、おー、ラーメンとリンクだ英語にしましたね、まあ、なかなかこう力強い言葉ですな、うん、はい、皆さんここで朗報でございますよ。見てください、じゃじゃーん。なんとですね、うん、ラーメンは飲み物じゃ様のですね、うん、公式 LINE のね友達になっていただくと、うん、はいはい、高菜ご飯かもしくは替え玉が無料でもらえちゃうそうでございますよ。はい、これ今日からできるの？そう、本当はね次回からなんだけど、もう当日から今 OK してるということなので、今もうやってるんだ、はい、早速私も登録していきたいと思いますいくよ、友達に追加。あ、もうこれだけでいいんだ。でこの画面をお見せすればもらえると。あ、なるほど、簡単、超簡単です。もう登録5秒、いい、ね、ぜひ皆さん登録お願いします、はい、本当こう絡みますね、よく。そうなんですよ、あとコクが出てね、はいはいはい、飲み口がまろやかになるんで、ひと手間ですね。じゃあパス、ブレンダーするのとしないのとでは結構大きな差が出るんで。へー、はい、鶏白湯完成です。はい、ありがとうございます。なおさんが注文したのはこちら、鶏白湯ラーメンでございます。泡ね、まず目に来るのはそれだよね。どんな感じなんだろうね。ね、なんかね、うん、この泡にすることによって、うん、コクとかまろやかさが格段にアップするみたいだよ。しっかりした味。へー、うん、美味しい。麺こんな感じ、中太麺って感じかな、ね、うん、うん、うん、つるつる。この生のスライスされた玉ねぎもアクセントになっていい。本当に、うん、美味しい。
これ見て。はいはいはい。お酢。お、すげえ、いろんな種類あるじゃん。ね、これオレンジ酢と、うん、エキゾチック酢。おおおお。と、これ変わってるよ。なんだこれは。煮干し酢。すげえ。オレンジ酢ちょっとこれ気になるから入れるよ。はい、お願いします。お、いったね、うん、はい、めっちゃオレンジ。え、そんなにすんの。する。へー、これ鼻に柑橘がガッて抜けて、うん、奥深い濃厚なスープがこうマイルドな感じになって、うんうん、あは合う合う、おすすめなので皆さん、お酢好きの方は後半で試して食べてみてください。はい、さあやってまいりました。私が注文したのはこれだ。家系鶏白湯でございます。すっごい泡、ね、こっちもたっぷりでしょ。いや、もうナオさんが食べてるの見ててもう早く食べたくてよろしいですか。はい、どうぞ。じゃあまず泡の部分ね、はい、ほら、いくよ。すごいパンチのあるスープだねこれ。うん、うん、あ、でも泡のおかげで本当にマイルドになってるって感じ。確かに確かに、うん、はい、でこれあれでしょ、鶏白湯と家系のこうダブルのうまさがギュッと詰まってるな。そうだな、例えるなら、うん、あの、分かるかな、ドラゴンボールのトランクスとゴテン、あれがフュージョンした感じ。だからもうゴテンクスですこれ。最強、最強ですよ。じゃあちょっと麺もね、はい、いきたいと思います。ほら、絡む絡む、もそうよね、ほんと麺に絡むよね、うん、ね、泡だから。これ食べていったらスープなくなっちゃうんじゃないかぐらい。そうだと思う。いただきます。はい、家系だ、ほんとに。あ、そう、うん、けど後から、うん、鶏白湯が追いかけてくるからダブルの旨味って感じ。う、うん、うん、麺もね、本当にツルツルだね。ツルツル、うん、チャーシューもいただきたいと思います。はい、歯いらないね、柔らかすぎて。ああ、そういうことね。そういうことだよ。なるほど、うん、でも本当にちゃんと香ばしさもあって、うんうん、すごく美味しいですね。いや、これは進化してるね、ラーメン。ラーメンね、うん、あの、20年ぐらい前の自分に食べさせてあげたいもん。ラーメンって今こんなことなってんだよと。なるほど、すごい世界が広がってるよと。はい、はい、はい、ということでございますよ。うん、うまい。ちょっとちょっと見てください皆さん、これじゃじゃーん、炙りレアチャーシュー丼でございます。これがかわいいな、これでしょ。俺もね、店長からお花が届いたのかと思っちゃったからね、うん、まずちょっとチャーシューを取って、この下のおいしょ。あ、なるほど、抜くんだね。そういうこと、そういうこと。で、この下に白ご飯が入ってますから、ほら、はいはい、もっとしっかりこう抜いた方がいい、うん、抜いた方がいい。そうだね、うん、で、これをこういう具合にね、混ぜていくわけですよ。はいはい、はい、色濃いでしょ、オレンジって感じ。なあ、うん、巻き巻きしていくわけですよ、ほら。はいはい、さっきのだってチャーシューでしょ。そうよ、ほら。うわ、贅沢。失礼します、はい、いいの、どうぞ。うまいに決まってる。多分これね、スープとも合うわ。あー、ラーメンの。はい、優勝、ウィナー。かき戻した。最高なんで、このセットぜひ皆さんお試しください。じゃあね、ナオ、うん、さんはライブ飯を体験していきたいと思います。はい、いくよ。これ入れたらいいんでしょ。そうよ、掛け声ちゃんとやってよ。はい、3、2、1、ダイブ2。そう、僕らこう言うからね。うわ、美味しそう。こうなんか鍋の後の締めみたいな。あー、わかるわかる、ね、それすごいわかる。鶏白湯だし、もう旨味がもう溶け込んでますから、うん、はい、どうぞ。うん、いや、違う。違ったかい。リゾット。あー、なるほどね、うん、そっちなんだ。そっち。
からもうクリーミーさが勝つ。ガツ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 。あーこれ美味しいわ。簡易でーす。かいねー。ごちそうさまでした。いやもうラーメンは飲み物でございました。これね、うん、女性のお客さんは本当お一人でも行きやすくて、そうだね、食べてても、うん、こうちょっとこうおしゃれな雰囲気で食べられるのでおすすめです。そうだね、うん、でね、あの男性にもですね、家系の方はね、はい、ご飯食べ放題のセットメニューもありましたから、もうそれすればもう無限にいけちゃいますよ。なんか豆板醤もご飯に乗っけてくれてるみたいなんで、おしゃれに食べるもよし、うん、がっつり心ゆくまで食べるもよし、はい、どんなねニーズにも応えてくださるラーメンは飲み物じゃ様、ぜひ皆様お越しください。はい、私たちどこいこチャンネルは岡山のグルメ情報、スポット情報を週に2回配信しております。チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日は以上、どこいこチャンネルのヒロでした。ナオでした。バイバイ。